私たちは沖縄宮古共有芸能文化愛好会という愛称は悠々会という名前で、まあ、今度で第7回の発表会をさせていただいております。で第1回目が平成19年の ひな祭りの日に創立いたしまして、それから毎年発表ということで今度は7回目です。まあ、去年は5周年記念行事として、まあ、大々的にやってまいりました。それからチャリティー公演も2回やっております。宮古では第3回目の発表会の時に宮古神社造営基金ということで宮古の方ので講演してまいりました。東北の大地震の時の、まあ、チャリティー講演をしてまいりました。皆さんね、非常に毎年のように私たちの発表をパレット小文字の方で見ていただいて大変大変喜んでおります。そして、まあ、宮古の踊りが中心ではございますけれども、また日舞の指導の皆さんが非常に素晴らしい日舞を披露していただいていますので、宮古の踊りと同じように皆さんから大好評をいただいております。よろしくお願いしたいと思います。